はい、ヒロシランド TV の大月です。今日はタミヤのアタックバギーについて語っていこうと思います。発売自体は昭和ですね。で、復刻版が出てるんで今も手に入るマシンだと思いますが、まあ、これ自体は某オークションで落札したものをレストアしてリメイクした車体になってます。で、本来は迷彩のですねステッカーを貼ってアーミーっぽい感じにねするんだと思うんですけど、あえてネイビーに塗っちゃってマリーンというかネイビーというかね、US ネイビー海軍、 US ネイビー海軍っていうテーマで、しかもガンプラから拝借したデカールをね貼ったりしてですね、なんかそれっぽい感じになればなとやってます。で、フロントは通常のスプリング、オイルではないです。このサスペンション、はい、で、フロントタイヤ、このパターンがね結構好きなんですよ。個人的にすごい気に入ってます。やっぱりリアルじゃないですか、このパターンってリアル派なんで、これはちょっと大好物ですね。で、リアタイヤも実写っぽい感じでね、すごいなんかまとまったデザインだなと思います。すごくバランスがいいというか、実際なんか走らせても重心が低い気がするんですね。なのでコーナリングとかもめちゃくちゃ安定しているし、直進もね、なんだろう、スルスルっと走るんですよ。通常のねスプリングだともう少し跳ねるのかなと思いきや、意外とそんなことなく走っていくマシンです。まあ、僕が未熟なんで、まあ練習しろって話なんですけど、まあ、未熟な僕にはすごい扱いやすいマシンではありますね。はい、こんな感じですね。あ、で、このドライバーさん、みんなね、このバギーを所有したことのある方はわかるかと思うんですけど、左腕が取れちゃうんですよ。そもそもの設定が接着剤でつけろということでつけるんですけど、まあバギーですからこう飛んだりね、アクロをこう走るわけなんで持たないです。僕もこのドライバーの左腕、この腕を2回ぐらいヒロシーランドでなくしてます。ただ、まあ、敷地内にあるんで見つけられたんで、ここにまああるわけなんですけど、もう取れることのないように思いっきりねネジでここにねくっつけちゃったんですよ。なので彼はねサイボーグだと思います。ね、こんな顔してますけど、ちょっとサイボーグっぽい感じで、ここなんかもう少しねパテで綺麗にしてやれっていう話もありそうですけど、まあこれはこれでいいかなっていうことで、はい。あとこのリアタイヤかっこいいんですけど、グリップがあまりよろしくなく、よくスパイクタイヤに変えてね、あのマイティフロックとかホーネットと同じタイプのタイヤに変えて、フロントはこのままで走らせてます。これね、なんかよくガンダムとかであるじゃないですか、中隊長機は腕になんか線が入ってたりするんで、それを真似てねちょっとこう中隊長機っぽい感じにしてみてます。中隊長はサイボーグ、はい、そういう感じですね。あとさっき気づいたんですけど、ここね
これ折れちゃってるんですよ、ここ。わかりますか？これ。ぶつけたんですね。知らないうちに。まあ、直してあげなきゃいけないなと思いますけど、そのうちやります。で、中見ていきますね。こんな感じですね。ちょっと見えにくいんですけど、これなんだ、双葉のサーボ。あと中はタミヤのハインスペックを積んでます。なんかここ取らないと入れないんでお見せできないんですけど、中にはハインスペックが積んであります。でこうモーターの線が来て、線がなんか隠したくなってですね、ホームセンターにあるコード隠すやつでこう隠して、まあ隠しきれてないんですけど、まあその辺が、まあ、僕の技量というか、はい、まあ、これでいいかという感じしてますね。で裏はこんな感じで、こんな感じですね。だいぶね傷ついてますね、まあ、気に入ってるせいか、うん、結構これもこれで使い込んでますんで、あちこちやれてます。でこのアタック上着についてはですね、昔の思い出というか、当時これが出た当時ですね、友達が買ってで作り上げて、でみんなでどっかでね、ホームセンターの駐車場かなでやった時に、持ってきたその日にドブ側に落っこっちゃったんですよ。まあこの話はタイヤの、動画でもちょっと触れてるんですけど、ドブ側に落っこっちゃって、で洗ってもなんか匂いが取れないっていうんで引退しちゃったんですね、彼は、ラジコンを。でまあその車体がちょっとかわいそうだったんで、まあ、買ってくれっていう話もあって、まあ、安く買ったんですけど、まあ、そういう思い出があります。はい、アタックバギーについての思い出ですね。まあこれ自体はドブに落っこってないと思うんですけど、うん、こんな感じでね、実はアタックバギーね、もう一台持ってるんで、そっちはそっちでまた動画上げようと思うんですが、そっちはあまりにも綺麗すぎてですね、ちょっと使うのもったいない感じでそーっとしてあります。なのでまたそれはそれで動画を上げていきますんで、はい、またぜひご覧ください。ではまた。